おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。はい、生徒に手出しました。あー、まあ似たようなもんですね。あ、似てます。はい、すごいじゃないですか私。ちゅうかもう写真見たらこれ隣生徒だろう。なんか背が低いんでね、子供かなと思ったんですよ、うん、はい、東京江戸川区ですね。はい。はい。区立小学校の、はい。はい、先生なんですが、はい。5年前に、はい。担任を務めていた、はい。教え子、はい。現在、女子高校生になってるんですが、はい、はい。の自宅に侵入し、はい。逮捕されたと。あ、侵入しただけですか？はい。まあ、窃盗目的なんですけど。はい。窃盗？はい。はい。はい。水野正志。正志。マーシーですね。マーシー。39歳。はい。足立区。足立区ですよ。あの、かの有名な足立区ですよ。はい。この元教え子ですね、はい、小学校の時に教えた、はいはい、女の子が、女の子のお家にね、高校生になったんだなと、ふと思い出し、はい、制服が欲しくなったっていうふうに今日です。あの、先生言ったらよろしいや、本人に。いや久しぶりやな言うて、あお前も高校生だったんか、かわいいな言うて、気持ち悪って言われておしまいそう、先生な制服欲しいね言うたら、あかんあかん言うて、 あとな2年ぐらいしたら卒業するし、待ってね、あのめっちゃ高いお金出してな、あこれにやったら嬉しいって言うたらいいんちゃいます。あ、まあ生徒がね、うん、それぐらいサワサワしたね、私やったらあの高額で買い取ってくださいね言うて、ギラギラ言うてそれぐらい言える子だったそうそう、あの合鍵作ってまして、うんうん、はい、玄関から侵入したところを、はい、この女子高生のお父さんと鉢合わせして、お父さん、はい、はい、非常階段から逃げたと。あれなんですね、あの一軒家じゃなくて、はい、あそういうことね、うん、はい、マンションですね、うん、はい、うん、で、はい、防犯カメラの捜査で、はい、こいつが元教諭だったと。あ、はい、もうそんなんお父さんもこらー言わんと、はい、先生やー言うて、おかしいでしょ、だって家にいたんですよ。あ、そうですね。はい、あ。そうですね、そうですね。こいつ、もともと合鍵作ってまして、はい、5年前の、その小学校の時に、はい、うん、学校の行事で、子供から荷物預かった時に、鍵を盗み出しても、その時にすでに作ってあったそうです。粘土にグーッと押して。はい、あ。その感じ粘土が知らないですけど、粘土ですよ、小学校やった粘土の油粘土にグーッ押して、なんでその手口知ってるんですか気持ち悪い、肩取りしたんですね、気持ち悪いですよ。今でどうや、合鍵、そう合鍵ね、なぜ成功しくなるのか、ブルセラショップ行けって思いますね、コス専門店で買ってこい、買ってこい、買い少ないけん、お父さんと鉢合わせとか、タイミングすごい、教師の演出が下がり続けてますね。先行の事件ばっかで、聖職者とが、揶揄されるね。これは何も言わんまま、引きはね、引きますわ。これ、ドラマでよくあるけど、粘土で書いてる。粘土で作れるんだって信じてますけどね。まあ、まあ、学校中にとにかく盗んだってことですね。うわ、気持ち悪いですね。はい。水野マーシーですね、はい、中央区、はい、区立、はい、これなんて読むだろう、海明小学校ですかね、はいはいはい、はい、で教えていた頃の生徒らしいですね、はいはい、現在は江戸川区の、上小岩、はい、小学校に勤務してる、はいはいはい、勤務しているその上小岩の、はい、小学校の保護者からは、はい、いい先生っていう印象が、ね、はい、あったそうですが、うんうんうん、江戸川区ですね、はい、はい、区の、方からですが、はいはい、児童や保護者に多大なるご迷惑とご、うん、ご心配とご迷惑をおかけし、はい、深くお詫びします、はい、事実関係が分かり次第状況を説明しますっていうふうにコメントしたのと、なんなら40年、粘土で、うん、鍵伏せアルファンで藤子ちゃんがやつなの、藤子ちゃんがやってたんですか、なんなら40年前に来てた高校の生徒がいますけど、いる、よく持ってますね、それ ね最近は 3D プリンターかな、あー、まあ、そこは知識あるかどうですか、っていうか、うん、まあ制服が好きな人っていうのはね、はい、制服フェチ、この間もほらピアニストがね、あ、エプロンがね、穴をね、穴でエプロン盗んだってなりました、私はその人は支持してますけど
絶対弾いて。指示しちゃダメですか。ピアノのエプロンしてね、ピアノ弾いてほしいなと思ってますけど。言ってましたね。はい。ドミネーター、犯罪係数オーバー140。執行対象、はい、拳銃の話かな、銃の話かな、はい、私の中学生時代の教師が痴漢で捕まって出来上がっています教師というのが、狂気を感じます。ちょっとね、はい、何かそういう幻想を抱いてらっしゃるんですかね、制服にうっさいですよ。で、女子の制服もね、はい、まるでなんかこうサイコパスね、うん、いいのかなっていうふうに思ってらっしゃると思うんですけど、はい、女子もですよ、くって言わさいんだ、くさいです女子の制服がね、可愛い匂いがしてるのかと思いきや、はい、結構臭いですよ。まあその現実は知らないとね、いや皆さんでも、いやでもね、うん、それすら、うん、それはいいんですか。そうそう、だからいいいいって思っちゃうからこそのセックフェチなんじゃないですか。だってなんだかんだ毎日来てますからね、はい、やっぱりなんか汗っぽいですよ、やっぱり。じゃあどんだけクリーニング出すか何か知りませんけど、はいはい、まあ、最近は洗濯機で洗えるやつもありますけどもね、まあ、ほとんどそうでしょうけどね、うん、ただそれでもやっぱり、ね、まあ、週1ぐらいでしょ。臭いんですよ、それでも。シャツとかは毎日洗うと思うんですが、そのスカートとか、スカートとかね、はい、冬の制服のやつなんかね、上着とか、自分自身のことも思い出すと冬なんか洗濯なんかしてませんよ、あれ。まあまあそうでしょうね、雨降った時は。夏場のやつはガラガラね、洗ってもらってたと思いますけど、冬はもうクリーニングに出すんですよ。そうです、だって臭いんですよ、まあ、それ出すのお母さんでしょ。お母さんに。そうですよ、はい、それはお母さんが臭いなと思ったら出すんでしょ。お母さんも臭い、あ、思って出してたんちゃいます。うーん、そうですね。まあ、こういう5年前から、はい、こういう鍵を盗んで合鍵作ったやつなんて余罪もあるんじゃない。そうですよ、これまで何回もいろんな、この今回のその生徒だけじゃなくて他のね、ところにもいっぱい入ってる可能性がありますね。ないってなってね、うん、制服ね、なんないやろ、うん、ってなって。で、そういえばそのこのね、マーシーの教え子の他のそのね、中学生になったり高校生になった子が、はい、制服が盗まれたのかっていうんであれば、うん、まあ、ほぼほぼこいつがね、関与してる可能性が出てる。この人の家を調べたら、うん、いっぱい出てきますから、うん、その可能性がね、非常にありますのでね、まあ、その捜査にコレクションがね、いろいろ出てきてブルーシートの上に並べてる警察の写真撮って見てもらいたいですけどね。そうですね、うん、まあ、どうでもいいですけど、こんなやつは。学ランなんかもそう選択しなかったそうですね。次男の、中学部活顧問、各男は生徒男子に付きまといをして退職しました。合法だったんでしょうか。学ランなんか全くクリーニング出しませんでしたね。ブルセラショップやコス専門店で買えば個人の趣味という範疇。そうですね。不法侵入はあかんそうですね。で、ほら、写真付きで言ってますからね、ブルセラショップは、ね。はいはいはい。来てる本人のね。ただね。だが、それがいい。余罪ありそうです。そうですね、私はね、気持ちはね、わかります。わかっちゃダメです。私自分自身がね、はい、やっぱり制服がね、ほとんど着なかった。先生、学ランに憧れたって言ったらね、今でもね、学ランに憧れてますよ。はい、高校が私服の高校だったからね。そうなんです。で、学ランに遭遇したことが今までないんで中学生の時はね、制服やったんですけど、ブレザーやったんですよ男女ともに。なので、学ランっていうね、ものに異常なまでに、はい、なんて言うんですか、ね、まあでも見ていいなって思うぐらいで、別にね、そんな盗みに入るような。盗みたくはないです。そうでしょうね。それこそ臭そうですから。そうですね。はい、そう。だから、自分も自転車こいで学校登校してます。うん、高校の時に。ただ、同じルートでバーって、やっぱりね、学ランの子もバーってね、どこの高校かわかりませんけど、自転車こいでるじゃないですか。うわぁ、制服で。うわー素敵と思って。学ランって男らしいイメージ。そうなんです。うん。ほんで、そうやって下駄履いててほしい。なる、ゴリラにもね。本当は下駄履いて、ゴリラにも。学ラン。
てほしいんですよ。本当のこと言うと。本当のこと言わなくていいです。はい、ということです、ね。ネクラとかで我慢できないんですかね。見えるだけなのは自分が大分教師って設定でブルマやったのにネクラ上に、飛び箱指導つって。そんな番組やってそうですけど、この人ね。ヤンキー番組だったら、そうですね。いやいや。だから学ランって書きやすいんですよね。真っ黒だから。そう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 。で、今でもイメクラってあるのかな。まああるでしょうね。下駄を鳴らして、それ何でしたっけ、うん、何でしたっけね。歌。なんかありましたね。うん、吉田拓郎でしたっけ。昭和の番長、ラグラに下駄。なんかね、うん。応援団ですよね。うん、なんかそういう系でもいいんですね、きっとね。応援団のコスで、あの、長蘭、ボンタンに、はい、ボンタンっていうのもわかりませんが、土管みたいな。うん。あれ、キスの嫌いですよ。あの、はい、紐、紐、うん、ベルト、うん、白い紐ベルトで、うん、あれですね。それはダメですよ。普通の、真面目な、ど真面目な、学ランが好きです。私はセーラーもウレザーも、着ましたが、特に冬服クリックした覚えはない。うん、ね、臭いんですよ、だから。本当に。高校の時、体育祭応援で、女子に学ラン貸した時、ドキドキした。ああ、そうです。その時、新手貸したのかな？洗ってないですよ。いや、この人の自分に学ランクさ、汗じめです、ね。かわいいのしか。いいと思いますよ。はい。私は、中学学ランで高価ブレザーでした。ブレザーあまり好きではなかったです。中ランに袴みたいな土管履いてました。やったね。大丈夫だ。何中、だね、高校だったってことかな。そうなんじゃないですかね。そんな。今回お子さん帰って特に、ね、大丈夫だったんじゃないですか。上等。いや、だからね、ほら、歌であったじゃないですか。制服のボタンが欲しいとか。あれどうするんですか、もらって。あんなんやったことないですか。え僕、もう。これもサイン言われたことない。今ありますよ。はい。片隅さん。はい。後輩にね。はい、はいはい。でも、教師受け良かったんで、あ、許可を得てです。なるほどね。はい。我が良き友よかな。あ、夏のセーラー服は、女装男子に貸したことがある。うん。だって、貸して。でも私、なんか、いろいろついた状態でも返されそうですけど、ね。修学旅行に今思い出しました。はい。パジャマ貸したことあります。男子に？はい。修学旅行に行った時に、高校の時に。パジャマ忘れて。うちに履かれたらどうするんですか？知りません、大体。なんで女子に変えるんですか？なんか、いっぱい持ってんねえなってなって、誰も1着しか持ってなかったのに、2着持ってたのに私だけやったんです。あ、じゃあ私、あるけど、言うたら。その平気で貸せる人間なんですね、先生ね。あの、貸したんですけど、よく考えてなんで貸してしまったんやろ、と。そうですよ。男子が女子に貸すのは全然いいと思うんですけど、女子が男子に貸すって、もう自分が男子でも考えられないですね。入ったんですかね、しかもそれが。どうでしょう。ねえ。夏スタバ目に洗うんですよね。この男が勤めてた、対面小学校が何年か前に制服がブランド物になると話題が。そうなんですね。その頃は自転車通勤と水泳で、太ももバキバキでズボン太くないときつい。ああ、なるほどね。自転車通勤。土管は、あ、動きやすいだろうね。あ、そうなんですね。やっぱり、余裕があるんですよね。うん、幅にね。僕は、あえてね、標準の学生服で、はいはい、ブーツカットにしてましたね。あ、そうですか。うん、エンジニアブーツ履いてた、僕、高校時代。もう、ドヤンキーっぽい。ヤンキーじゃないでしょ。あ、そうですか。あ、逆ですよ、だって。裾、つままってないですからね。あ、広がってた。広がってた。まあ、いわゆるラッパズボンですよね。そうそうそう。そうそうそう。はい、はい。ベルボタンっていうんですか。ねえ、ラッパズボンって言いたいですね。そこはあえて。レッドウィングのね、エンジニア靴履いて、はい、このすね膝の下ぐらいまである靴履いてました。はい。なんでパジャマを2つ持っていたんですか。先生がね、いざっていう時に全部ね、表示してるやつよりも、台持っていく癖があったの、その時。重たいだけで。うん、もうすごい大荷物でしたよ、だから。高校時代のスカート長かったですね。はい。中段ツータックスのね。あ、そうなんですね。はい、ラブさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい。はい。ということですね。はい。はい。まあ、このおっさん、ちょっとね、余罪をとにかく、はい。
追求してね、はい、あの社会的に抹殺してほしいところですね。はい、はい、短男はウエストが細いイケメンのやつが、ボンタンタンしてきてて、かっこよかったですが、はい、今日も元気にドカオキあありました、そうだ、なんかありましたね、いじめられっ子やったけん、ドカモボンタンも縁がなかったです、いいんですよ、そんな、なんか別のデモのやつが短男着ててそれがいかんだろうってデモ中だ、やっぱりのおデブの短いゴリライモは短男みたいに着てますけどね、そうですか、デベソね、ゴって書いたらね、あの T シャツ着てデベソ、デベソが出てましたはい、はい、ってことですね、はい、はい、まあだからもう捕まったんですもんね、そうですね、まあ、よかったですね、捕まって、はい、はい、次言いますよ、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。